ねえ、私のことどう思ってる？おごめん、大分の高千穂親方です。今回はアイドルハロープロジェクトの話題です。今回のグループは椿ファクトリーです。2021年5月26日椿ファクトリーセカンドアルバムセカンドステップ発売おめでとうございます。イエイ。今回ですね、私インターネットサイン会の、サイン付きの、CD を頼みまして、2日後の5月28日に、無事届きました。今回はそのセカンドステップのですねアルバムの曲を簡単にご紹介し、で後半はですね、今回、谷本亜美ちゃんのですねアンミーのサイン入りのですね色紙と CD が届きました。その開封の儀を行います。まあ一人でも多くのですね椿ファクトリーに、ね、ご興味持っていただければという思いでご紹介いたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめにアルバムの簡単なご紹介です。前回のですね、ファーストアルバムファーストブルームから約2年半ぶりのオリジナルアルバムが誕生いたしました。全部で15曲、まあ、これまで発売されたあのシングルやカップリング曲が9曲、そしてこの完全新作ですね、アルバムのオリジナルが6曲ございます。もうアルバムとしてはかなり充実した、まあ、曲数ボリュームとなっております。まあ、本来であればですね、私、まあの感想を1曲ずつ紹介するのが良いんでしょうか。まあ興味ないでしょうけれども、今回はもうあの曲紹介は特には行いません。というのもですね、実はあの YouTube 椿ファクトリーの公式チャンネルにてですね、それぞれの曲実はあの動画があるんですね。これまで出たシングルですと、大体フルのミュージックビデオ、そして、アルバム曲やカップリング曲につきましてはあのティザー映像ということで、まあ、まさに導入という意味なんですけれども、一部、の、ミュージックビデオが見られます。まあ、ですから、気になる方はですね、まずあの椿ファクトリーの、公式 YouTube チャンネルで、視聴されるのがおすすめです。それで、あ、いいなと思ったらぜひねご購入をよろしくお願いいたします。まあ、私自身ですね、まあ、実を言うと椿ファクトリーをまあ知って、まあ、やっと1年ぐらい経ったんですけれども、少しずつ曲を覚えています。まあ、このアルバムというのが、まあ、私が好き、まあね、椿ファクトリーを推し始めて、まあ、最初のアルバムということで、まあ、非常に楽しみでしたし、まあ、だ実際のところそのまだ知らない曲も多いのでですね、まあ、何とも言えないというか、これからまたどんどん椿に染まっていく、そんな感じでございます。ですね、まあ、いろいろおすすめとかあるんですけれども、まあ、例えばですね、私なりのおすすめなのが、まず1曲目のダンシャイズム。まあ、椿の中でもこうダンスなでね、ダブルな盛り上がる曲ですね。疾走感があって好きな曲ですね。まあ、私が椿を好きになってから最初のシングルという、まあ、思い出補正もございますし、まあ、素直にこのね、ショックアイさんが書かれたこのメッセージだね、このコロナ禍と情報が溢れる時代にこう大事なものはそんなにねないから絞っていこうっていうねメッセージも感じますし、この疾走感ある曲が私好きですとかですね、まああとですね、いろいろと見ていただくとですね、まあ光のカーテンというバラードも私好きですし、ね、恋の UFO キャッチャーもねこれ可愛くてあの面白いんですね。あのコインがなくなるとかね面白い展開になりますね。ティザー映像は朝倉キキちゃんですよ、デートしたいなとそしてですね、マイダーリンも私大好きなんですね。本当あの椿らしい、こう可愛らしい、本当ねお嬢様美少女の曲ですよね。そして今何時とかあのね切ない曲っていうのも椿らしいですね。で最後にですね、足りないものを埋めていくね、埋めていく旅、これもあのミュージックビデオね、秋山真央ピンのあのねほのぼのとするというか。本当にいい感じですし、こうね、未来に向けた、こう、まさにエンディングを重ねるには、ふさわしい面白い曲だなというふうに思ってます。ぜひ、ね、最上級ストーリーとかも私ね、小野瑞穂ちゃんのね、あの、二役のですね、なんかアイドルと、作家ですかね、というのも面白いですし、本当全体的にこのね、面白い曲とか、盛り上がる曲、まあ、切ない、しんみりする曲、いろいろ詰まった、こうね、新しい椿ファクトリーの姿、ね、ご覧いただいたらといなというふうに思います。まあ、椿ファクトリーもね、いろいろご存知の通り、いろんなことが、まあ、あってここまで来ました。
で、現在はこの8人体制になっていますが、この8人体制となって、まあ、新しい、ね、ステップを迎えたということで、セカンドステップですね。で、現在ですね、椿ファクトリーとジュースジュースでは、そのオーディションを行ってますので、まあ、近いうちにですね、多分メンバーが入ることでしょう。となるとまた、ある意味ではこの8人体制で、最初で最後のもしかしたらアルバムになるんではないかなと予想しています。ね、新メンバーね、どうなるか楽しみですし、そして10月の18日は、単独で武道館もおめでとう。いやー、これ、ね、サプライズの動画ね、YouTube 上がってますので、ぜひご覧ください。いやー、びっくりしましたね。清水咲キャプテンね、ベリーズ工房の、が来た瞬間、なんかサプライズあるなと思ったら、ね、まあ予想上回る単独の、武道館というのは本当にね、嬉しくてメンバーも喜んでましたしね、気を引き締めてという感じでございました。ね、まあその中でもしかしたらこのアルバムっていうね、のも大事なポイントをね、占めるかもしれません。ということでですね、この新しい、まあ、椿ファクトリー、本当2021年はもう新しい歴史がもう刻まれるのは間違いないですから、ぜひですね、まずはあの椿ファクトリーの公式 YouTube チャンネルご覧いただきまして、そしてぜひあ、いいなと思ったらご購入いただければと思います。ということで私の 手元にもようやく2日遅れで届きましたので、これから開封の儀を行います。ということで開封の儀と言いつつも実はもうザックバラに開いております。まずですね、今回、こちら通常版と、で、リビスタでこう、まあ、購入したのでですね、メンバーからの、こうね、サイン入りということでいただきました。まずですね、こちらのアルバムですね、セカンドステップ。このね、パステルカラーがほんとおしゃれで、まあ、ピンクね、とか水色とか、エメラルドグリーン似合ってますね。CD のジャケットがこんな感じ。お椿のね、模様が、入ってますし、歌詞カードですね。これ多分アルバムですから確かトレーディングカードっていうのは入ってなかったと思いますね。まあ、冊子上で本当、あ、可愛い感じですね。ちょっとあんま見せられないですけれども。これが初回限定版になると、ですね、なんと、これがフォトブックとかですね、ついてるやつなんですね。ということで、こちらアルバムです。で、先にちょっと今ね、私も気づいたら申し上げますが、手、ごめんなさいね、これ。出血ではないんで、インクです。赤インクです。大変申し訳ございません。お見苦しくてですね。今日赤ペンがね、ドバッと出て、昨日もドバッと出てね、対策したんですけれども、それはどうでもいいんですけど、そして今回インターネットサイン会ではですね、こちら、谷本亜美ちゃん、アンミーからサインをいただきました。ありがとう。まあ現状ですね、2番押し。まあ1番は朝倉キキちゃん。そして2番が、まあ、谷本アンミンなんですけれども、まあね、この、まず、リムシタの場合ですね、今回生写真がつくということで、このメンバーのプロフィール写真ですね、こちらを、ね、つけていただきました。ほんとね、これ、アンミン、美人ですよね。ほんとお嬢様という感じで、ね、見た目は。これがですね、ただ中身がですね、まあ簡単に言うと、おけつまんといって、お尻が好きな、子なんですけれども、ね、最近は同じ北海道出身のアンジュルムの伊勢レイラちゃんを彼女にしたいとか言ってましたけどもね。まあけど私はこの面白いところも本当好きで、美人であれ面白い。これがね、たまんないんですよ。昨年の秋、2020年の秋のですね、ハロコンで、まあ地元大分で来てくださって、その時初めて生で見ました。まあ見た目一言、マルシアだと思いましたけどね。その後、この冬の熊本のハロコンでも最前列で見て、チラッと目が合ったしますね。ちなみに一番目が合ったのは同じ椿の、キシモンでした。ニコって笑顔で返してくれました。最前列で見ました。そして、こちらがですね、アミちゃんの、サインですね、アンミーですけれども、もう前回私が、モーニング女学院というモーニング娘。のラジオで、まあ、たかしだという本名をね、紹介したので、まあ、今回はもう隠しませんけど、たかし、親方という名前で、まあ、ラジオも、そしてこう、ずっと歴代、インターネットサイン会、ね、ご案内してまいりました。そして今回はですね、ありがたいことに、名前もですね、本番中呼んでいただきました。で、名って書いてるのは、これアミちゃんとね、昨年出されたファースト写真集、アミの中で、メイキングビデオがあって、
その中にですね、羊のこうモニュメントが出てくるんですね。そこでアミちゃんがですね、メイーってね、モノマネをして、私は似てないんですけれども、ね、何でも勉強でもモノマネでもやればできるってなんか、ティモンティか、やればできるじゃないですけれども、そのエピソードが本当面白くて、写真集も本当ね、おしゃれでいいんですけれども、このメイキング DVD、今までまあね、15冊ぐらい買ってきましたけど、一番面白くて、特に印象的だったので、メイと。いうことでね、お願いしました。で、このインターネットサイン会の配信中にも私、ぜひ、メーってやってくださると嬉しいですということで、谷本亜美ちゃんがね、メーっとしてくれました。ただですね、まあ、一個だけ問題というか、まあ、私も申し訳ないなと思っているのが、この、高橋親方という名前ですね。まあ、高橋というのは本名ですし、やっぱ、好きなメンバーから自分の下の名前呼んでほしいじゃないですか。で、親方ね、まあ、たくはね、たかしって名前でもいいんですけど、前回のね、猛女のラジオ番組でも話しましたが、もうとにかくたかしさん多いんですよ。いろんなたかしさんいらっしゃいますから、今日もね、小野瑞穂ちゃんがたかしっちさんって方もいらっしゃいましたけども、まあ、なんかこう一つ、他の人と差をつけるといったこの親方なんですね。まあ、私がもともと高校時代、一時期柔道部に入ってた時期もあって、体格がごつかったのでもね、親方って相撲の親方みたいな風格だけはあると、見た目だけは強いとっていうところで生まれていたので、たかし親方としています。で、ラジオで投稿するときは、たかし親方は漢字なんですよ。ただ、リミスタさんの場合は、これ実はですね、全部ひらがなかカタカナ、だから漢字はダメなんですよ。だからどうしてもたかし親方さんっていうのですね、まあこれまでメンバーいろんなグループで4名読んでいただきましたが、どうも椿ファクトリーだけは、ほぼみんな間違えてますね。朝倉キキちゃん、谷本亜美ちゃんで、朝倉キキちゃんの時のパートナーのダサオリちゃんもね、間違えましたし、唯一このアンミーの時のパートナー新沼キソラちゃんだけは間違えなかったんですけど、だいたいみんなこれたかし親高さんって呼んでしまうんですよね。まあアンミーにはですねこの人の名前かなりツボって言って喜んではないですけど、すんごい面白い感じでね、対応してくださいましたし、たかし親高さん、たかし親方さん、朝倉キキちゃんとか小野田沙織ちゃんも、たかし親高さん、あ、親方さんだって言って、間違えられました。じゃあたかし親高さん、親方さん、さあ、つぼった、たかし親方さんからです。たかし親高さん違う、親方さんなんだよ。たかし親高さん、ありがとうございます。今言えた、たかし親方さん、ちなみにモーニング娘。とかビヨンズのメンバーは間違えられなかったですね。本当にすまんのということでですね、こちら本当おしゃれな、もうで CD もですね、アルバムも本当曲も今ずっとさっき聴いてまして、また明日からどんどん聴こうかなと思うんですけれども、非常に良い、曲でございますので、ぜひまず椿ファクトリーの公式 YouTube チャンネルをご覧ください。そしてよかったら、ぜひ購入もお願いいたします。ということでですね、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、椿ファクトリー良かったねとかね、いう話があれば本当に嬉しいですので、高評価お願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、引き続きですね、この6月アンジュルムもね、新曲出ますので、ね、ぜひまたハロプロの話題、引き続き提供してまいりますので、一緒に交流をいたしましょう。それではまた。今日も推しのために働く。